ハリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。どうするどうするどうする、漢字漢字わかんわかるか、漢字漢字の、どれどれ、一枚も似てないんだけど。ちょっと待って、じゃあこうしてこうして、どれにしようかな、どれにしようかな、どれが一番俺似てるかな。あ、こいつめっちゃ似てる。俺こいつにしよう、こいつにしよう。俺、あなたの名前は何にしよう。もう普通にアリケンでいいか。小学生の時の俺だったらブラックとかつけてるんだけどな。 ABCDFG アリケン、 OK。 ちょうど6文字。やべえ、10年ぶりのポケモンなんだけど。え？イエーイ、フー、はーい、皆様、ポケットモンスターの世界へようこそ。そう、ポケモンたちは海や空、街の中、至る所にいます。すげえ、こいつ絶対悪者だ、絶対悪者だ。ポケモンでお金稼いでる人だ。挨拶が遅ればなんじゃない。私はローズと申します。それではガラル地方で最強のポケモントレーナーチャンピオンダンでの戦いを皆様にお見せしましょう。お、すごいすごいすごい、演出がかっこいい。嘘だろお前、顎の生やし方特徴的すぎるでしょ。どうすったらそうなんの。うわ、なんかダンボールみたいなやつ。どんな試合でも負けないぜ。なんか相手ダンボールで作ったみたいなキャラ出てきたぞ。リザードンかっこいい。は、お、誰が勝てんねんこんなやつに。え、大怪獣バトル始まったんやけど。え、ここでタイトル回収。まあ、急にのとかやっていこう。俺はどれだ。でかすぎるだろ、あのリザードン。かっこよすぎるだろうな。あれはかっこいいな。ラスボスだろうな、あれがな。あー、すごい、俺の弟いたよ、今。うわー、やだ、私の弟いた。俺あいつと旅に出たい、すごい。あ、俺だ、すごい、不登校だ。お邪魔しまーす。お、すげえ、勝手に入ってくるこいつ、やべえ。しかも動物連れて入ってくるんだけど。それおニューのスマホか、というか兄貴のエキシビションマッチ見てたか。兄貴の応援はピシッとリザードンポーズを決めるんだぞ。これか、これらしいぞ、みんなリザードンポーズ、イエー。こいつ人ん家に動物入れてくんなよお前。ポップくん、ホップくん、今日は大、お前ホップいい名前。そうだから走ってアルキャンを呼びに来たんです。テレビは後でいっか。兄貴の試合は全部録画しているし。アリケンも来いよ、きっとプレゼントをもらえるから。バッグを忘れるんじゃないぞ。どうも、お邪魔しました。勝手なやつだな、相当勝手なやつだなこいつ。え、嘘でしょ、こっから操作できる。やべえ、俺の知ってるポケモンじゃない。バッグを忘れる。バッグと場所ならアリケン、あなたの部屋。俺の部屋どこ、俺の部屋どこ。母ちゃん、母ちゃんすごい、母ちゃん若い、いいね、すごい。バッグどこだろう、とりあえずなんかあった、これ絶対これだ。アリケン、パパが使ってたバッグを、まさかのお風呂、まさかのお風呂。しかも結構ゴリゴリのバッグだな。ネズコが入ってそうだね、ネズコが。ホクホクと炭治郎、急げ。やべえ、お前ずるいぞ、お前そのポケモン一人だけ持ってんの。おお、なんかもうそこら辺にポケモンがいる。こいつなんだろう、え、なんだろうこいつ、知らない、いや知ってる気がする。なんだよアリケン、お前のカバンでかすぎだぞ。まあそれなら兄貴がどんなポケモンをくれても平気だな。兄貴なんだね、大木戸博士っていう。ウールーだ、どうしたんだ。あ、やばい、頭おかしくなってるこの子供。ダメだ、病院に連れていかないと。あー、ダメだ、病院に連れていかないと。こいつ壁に当たり続けて死んじまうぞこれ。ウールーったらガシガシ体当たりかましょう。おい、柵を越えるなよ。まどもりの者には怖いポケモンがいるんだぞ。
絶対めーなのにグモモとか言って、全然鳴き声次元だけど。俺の家まで競争だぞ。でかいカバンでついてこれるか。当たり前だろ。あいつんちどこだ。ここか。絶対食欲。あ、やべえ、知らん人の家入ってもうた。やべえ、この世界。あ、いたわ。びっくりした。もうそんな簡単に人んちに入れる。おかえりホップ。アリケン君もこんにちは。あれ、兄貴はまだだって言ってるやろな。本当に慌てん坊なんだから。ようやくブラッシータウンの駅に着いた頃じゃない。わかった、兄貴は方向音痴だもんな。迎えに行ってやるぞ。そうね、それが心配、安心かも。アリケンはまだ会ってないよな。一緒に来いよ。兄貴を自慢したいんだ。道路で待ってるからな。びっくりした、バトル始まるかと思った。いいか、アリケン、野生のポケモン草むらからバーンと飛び出す。まあ俺には仲間のウールーがいるから野生のポケモンとも戦えるけどな。アリケンはそうもいかないだろ。だから草むらはスルーするぞ。よかった、素手で戦わされるかと思ったな。お前は素手だ、分かったなとか言ってボッコボコに殴らないといけないかと思ったポケモンを。兄貴を迎えに行くぞ。ここをまっすぐ進めば駅だ。はは、街まで近すぎるだろ。方向音痴が間違う距離じゃねえぞこれ。まっすぐ行けば終わりやんけ。すげえ、兄貴のお見送り多すぎんか人。こんな量でお前が兄貴だったんか。あ、出た出た出た。お前が兄貴だったんか、まさかの。すっげえ恥ずかしくないのかなこいつ。あー、でもすごいいい人っぽいね。ブラッシータウンのみんな、チャンピオンダンデ、ダンデさんだね。皆さんのためにこれから最強の勝負をします。我らが無敵のチャンピオン、あんたとリザードンは最高だ。サンキュー。みんなもポケモン育ててどんどん勝負して、そしてチャンピオンの俺に挑戦してくれ。はい、私もダンデさんに憧れてポケモン勝負してます。出た出た、おるおるこういう女。でもチャンピオンのリザードン強すぎるもん。確かにリザードンは強い、他のポケモンたちも強い。だからこそ最強のチャレンジャー戦い。俺の願いはガラル地方のポケモントレーナーみんなで強くなることだからね。そつけ、一番上で頂点に、居座りてえだけだろ。おめえ絶対倒すからな俺がお前を。ホップ、世界中のチャンピオンファンがわざわざ迎えに来てくれたか。ホップ、お前背が伸びたな。そうだな、ズバリ3センチ。さすが兄貴、無敵の観察力だな。その瞳の色、わかった、君がアリちゃんくんだね。弟からあれこれ聞いてるぜ。俺はガラル地方で最強、そしてリザードン大好き、ポケモンチャンピオン、人呼んで無敵のダンテだ。おめえ海流でボッコボコにしに行ってやるから。兄貴、アリケン、家まで競争だぞ。え、ホップのやつ相変わらず勝負つきだぜ。いい、いい競争相手がいればあいつはもっと強くなるのにな。すげえ、見てこいつの背中、スポンサーいっぱいついてるよ。金の匂いがするな。スポンサーが鬼のようについてるぞ。しかもそんな、おい、リザード置いていってるよ。本当にお前、お前ポケモントレーナーとしてあるまじき行為をしやがったね今。リザード涙目だったぜ。兄貴、約束のプレゼントは俺とアリケンにポケモンくれるんだろ。最強のチャンピオンから最強の贈り物、素敵なポケモンたちによるご機嫌なアピールタイムだ。やべえ、なんか強いのもらえるのかな。リザードン持ってるやつだからな、カメックスあたりくれるんじゃねえのか。そうはいかないと思うけどな、さすがに。すごい、あー、猿乗りいいね。いやー、ヒバニーかわいい。あー、メッソン弱そう。あー、やばい、逃げた逃げた逃げた、捕まえないと。逃げたって逃げた。すごいすごいすごい、すごいすごい、こいつやべえ、火事になりそう。こいつ飼ってたら絶対火事になる、あいつがいたら。あ、すごい、え、食べないの。叩くんだ。あ、喧嘩始まるわこれ。あ、すごい、喧嘩始まるわこれ。あー、喧嘩始まるわ。あ、かわいい。あ、びっくりした、棒で叩くかと思った。絶対あいついると火事になるだろ家が。靴履かせんとダメやよ、この子、真ん中の子はダメだよ。誰を選ぶんだ。どれにしよう。炎タイプ可愛いけど俺水タイプの子買いたい。先に選んでぞ、俺にはウールもいるからな。俺さ、ちっちゃ、こんなちっちゃいのポケモンって、お、鬼のようにちっちゃいぞ、おい。